これらの映画の結末は背筋が凍るような恐怖を与えるもの。バッチモジジャパンへようこそ。今日は最も恐ろしい映画の結末トップ10をご紹介します。このリストでは私たちが見つけた映画の中で最も恐怖を伴う結末に注目しています。内容は様々ですが衝撃的。ホラー映画には当然怖い結末が。ホラー映画以外も今回はご紹介。Come on! I hear him downstairs! そしてもちろんネタバレ注意です。I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Number 10, 電話した? Candyman. Have you ever heard of Candyman? 復讐心に満ちたこの物語。この不安をかきたてるコンセプト。暗い結末によりさらに不安が増します。Jesus, it stinks. 大学院生のヘレンが子供のために自分を犠牲にし、夫のトレバーをこの世に残します。ちなみにトレバーは生徒の一人と同棲しています。新しい恋人の家にいる間、トレバーは深い悲しみからヘレンの名前を呼びます。そして現れたのは怒り狂い殺そうとするヘレンの霊。 What's the matter, Trevor? Scared of something? 終わりには残忍で容赦のない方法。しかしこれは振り回す霊についての映画。ナンバー9、いい子だね、最高。We have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. 彼はハエさえも傷つけない？それとも彼女？ Well, a boy's best friend is his mother. アルフレッド・ヒッチコック監督の1960年の心理ホラー映画。このシンプルでも効果的な最終シーン。人々を緊張させる力を持っています。最後の場面で何人かの警察官が交流所のノーマン・ベイツの様子を見に行きます。ベイツの母ノーマが自分の無実について語るのを聞きながら、カメラがゆっくりとノーマンの不気味な満足そうな顔にズームイン。ベイツの心の中を垣間見ることに。 He was always bad, and in the end he intended to tell them I killed those girls.And that man. 精神が完全に崩壊したノーマン・ベイツ。自由に人を殺すことができた時よりも自分の心を守ることができます。 I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know. And they'll say, why she wouldn't even harm a fly. ナンバー8、悪魔のような写真フィニッシュ、インシディアス。 To be honest, I've never seen anything like it. 覚えておくべきホラー映画のルール。悪魔付きは終わったと思っても終わりとは限らない。ランバート一家がこれまで悩まされてきた悪魔の呪縛から解放されたかのような勝利の結末を迎えます。しかし超常現象研究家のエリーゼは助手ランバートを疑うように。彼女が彼の写真を撮ると彼は激怒。 Why did you do that?助手の妻が調査にやってきて、シーンの緊張が高まります。写真の衝撃的な暴露と、助手による最後の驚きのシーンで終わります。かわいそうな家族。ナンバー7、殺虫剤を持っておこう、複製された男。My name's not Anthony. You're not Anthony. No, I'm calling to speak to Daniel St. Clair, the actor. リストにある結末は、どれも恐ろしいもの。この結末も非常に奇妙。 What's happening? ジェイク・ギレンホールは歴史学教授のアダム・ベルと舞台俳優のアンソニー・クレアの2人の役を演じています。映画の終わりにベルは新しい恋人のヘレンと話している時、衝撃的な光景を目にします。 Ellen? 巨大なタランチュラと対面するのはそれ自体恐ろしく。しかし最大のポイントはそこではなく、さらに恐ろしいのはベルの控えめな反応。あからさまに怯えているのではなく、状況に甘んじているよう。すべては解釈次第。
ナンバー6ボタン誰が持っているスペル。 Soon it will be you who comes begging to me。 土壇場での大失敗についてお話ししましょう。粘り強い銀行融資担当者のクリスティーン、地獄行きの呪いから逃れたよう。ほっとした彼女、明るい未来に向けて準備できるように。ただ小さな問題が一つ、ボーイフレンドのクレイがクリスティーンが呪いから逃れるために使おうとしたボタンを持って現れます。 I thought maybe you could I thought maybe you could still back on. クリスティーンの絶望に気づくと、彼女は開いた線路にバック。そこでタイトルが睡眠を結びます。ナンバー5、カメラは決して嘘をつかないレック。あれ、que nadie se mueva de aquí, Vale. Bueno, y tú deja de grabarte una puta vez, joder. 落ち着いて、捕まれないように。このアドバイスが守られていない完璧な例が、ウイルス感染拡大の生存と調査を描いたスペインのこのホラー映画。アンジェラとカメラマンのパブロ、悪魔に取り憑かれた少女と一緒にペントハウスに閉じ込められてしまいます。当然彼女から逃れようと、残念なことに二人は残酷な攻撃を受け、計画はすぐに崩壊。アンジェラがカメラに手を伸ばした瞬間に、最後の希望の光が打ち消されるところで終わります。もう少しでした。ナンバー4、地下室には入らないように、ブレアウィッチプロジェクト。 Have you ever heard of the Blair Witch? このタイプの映画は観客にとって決していい結末にはならず、これは題名の魔女を調査している間に失踪した3人の学生映画制作者を描いた架空のドキュメンタリー。 The woods around Halloween time is a creepy enough phenomenon. I don't want to go cheesy. I want to really avoid any cheese. 映画が突然終わると、学生のヘザーとマイクは廃墟で友人を探します。I hear you. Josh! 少しずつ2人は監視されているという感覚が強くなります。そしてヘザーはマイクが壁を見つめているのを見つけます。その後自ら攻撃。言葉の少なさと曖昧さがさらに恐怖を誘発。ナンバー3、父の目。ローズマリーの赤ちゃん。ローズマリーの赤ちゃんのために祈ってください。ロマン・ポランスキー監督によるこの映画のクライマックス、主人公のローズマリーは自分の住む建物の住人と生まれたばかりの赤ちゃんの失踪の両方に対して疑念を抱くように。彼女は他の入居者たちが彼女の子供の周りに集まっているのを発見。そして彼女の赤ちゃんが文字通り悪魔の子であることが明らかに。What have you done to him, you maniac? Satan is his father, not Guy. その事実と子供に対するローズマリーの恐怖の反応と不気味な音楽と雰囲気で終わります。ナンバー2、相乗りをやめよう、エルム街の悪夢。 This is God. これがなければ幸せに終わっていたかも。 Come to Freddy. 10代のヒロイン、ナンシー・トンプソン。フレディ・クルーガーを倒したように見えた直後、家から出て友達が生きていて、母が彼らの幸運を祈っているのを見つけます。 See ya.しかし物事は見た目ほど楽しいものではなく、ナンシーと彼女の仲間たちは動揺が鳴り響く中、悪魔の車としか言いようのない車に乗せられ連れ去られてしまいます。 One, two, Freddy's coming for you. そしてナンシーの母親が突然何の前触れもなくフレディに捕まれ、観客は恐怖します。このようなゾッとするシーンがあるからこそ、人はこのシリーズに何度も戻ってくる。私たちのトップを発表する前に、いくつかのリスト外もご紹介。What's the boogeyman?
ナンバーワン、アリスに聞いてみよう。13日の金曜日。こうしてシリーズが誕生。The counselors weren't paying any attention. They were making love while that young boy drowned. 映画は勝利の雰囲気でフィナーレへ。唯一の生存者アリスは目を覚ますと、警察がクリスタルレイクを捜査しているのを目にします。そして突然、ジェイソン・ボーヒーズの死体が現れ、アリスを破滅へと引きずり込みます。幸いにもそれは単なる夢。アリスは病院で目を覚まし、何が起こったのかを警察に報告。Everything's over. 残念ながら、湖で少年は見つからなかったと告げられた時、アリスの言葉で映画を見た人は恐怖に震えながら家に帰ることに。これこそ真の恐怖。Then he's still there. 私たちのリストに賛成ですか？あなたにとって最も怖い映画の結末はどれですか？毎日公開されるトップ10をご覧になるには、わっちもんじょジャパンをぜひチャンネル登録してください。